心臓はしっかり動いていますね。かわいい、頑張っとる。いや、心臓の音すごい。ナプキン減ってないと思ってんて、ずっと。これ何ヶ月よ。30週もんな。30週までなんで言わんかったんや、あんた。締め出されると思ったから言えんだ。なんでいいねん。ママ応援するわよ、もしそうなったら。違う、いろんな策考えれたやろ。相手の人誰や。相手は言えん。相手の人は知っとらん、このこと。知らん。大学どうするわ。一回休学してその後にまた行き始めるわ。ママになんで相談でき、なんで勝手に自分で決めるわ。全部追い出すわけないやろ。一緒に住んどったら親って気づくもんね。ママダメや、ダメなママや、ママって。そんなこと言ったらダメやろ。自分のことそんな否定しんといて。ママはママや。最近ブカッとした服ばっか着とったやろ、あんた。いざとなったらママもう今の仕事辞めてこの子育てるわ。あんた学校行かんか。そんな無理。1ヶ月だけ休めばいい。なんでこんなことになるの。もうひどい。もう名前は決めてあるの。名前まで決めた。ダニエル。ダニエル。このお腹の中の父は誰か言え。とにかく言え。それは言え。ジョングク様イムニだ。何を言ったのか本当のこと言え。なんでふざけたの、こんな大事な話の時に。本当の相手は鹿島亮太。誰それ。まーちゃんの元彼だよ。なんでいいの。あの子東京におるに、いつの間にそんなことになったん。この前会った時にそういう行為に致してしまったという。お前軽い女やな。悪くないよ、もう決断したんだよ。亮太くんはね、大学の勉強で忙しいに、あんたの赤ちゃんに構っとる暇ないよ。亮太そんなことないよ、前のこと愛してくれるんだもん。じゃあなんで亮太にちゃんと言わんわ。子供できたことなんで言わんかったん。このうち来てかって挨拶するもんやろ、男なら。だから忙しいんで亮太は。忙しい。このことより大事なことってどこにある。今は子供より勉強、勉学優先。医者になるような人やったらなんで簡単に子供って作るんやんて。分かるやろ、どうやって子供できるかって。あんたやったんね。やらなきゃできねえだろうがよ。不死ならの娘に育てた覚えない。だって性欲は人間の三大欲求の一つでしょ。りょうたここに連れてこい。痛い。りょうたは連れてこれないよ。とにかく挨拶しに来い。実はりょうたとエコー取ってきたよ。エコー取りに行く今あったらうち来ればいないね。それは緊張しちゃうじゃん、親の前だから。そんな苦しい思いをよさにはさせたくない。あのね、父親になる人じゃけじめぐらいちゃんと死んないやろいね。辛い思いって今から子供育てていくって、もっとすごいすごいすごい痛い、すごい辛いことがいっぱいあるねんよ。りょうたはそんなことでへこたれる男ではない。ならまずここに挨拶しに来るのが筋やろ。筋通さな父親になんてなれんよ。まず段階踏まんなんやろ。とにかくエコー見してみ。ねえりょう、ちょっと大事な話やし、ちょっと起きて。まあ妊娠してんて。早く起きろ。早く来いって。起きて。鍵かけて寝とんなよ。帰んな。どうした、何やった。お腹、はい、妊娠30週やって。医者やろ。父親亮太やって。亮太君、お前ね、妹大好き大好きっていつも野放しに吸いやってんて。お前いつの間にやった。お前も最後いつにやったんだよ。俺童貞じゃんや。お前風俗ばっかり言っとらないや。うせえや。あんた兄として気づかんかったんかいね、今まで。気づかんわんや。いつも寝とってやろ、夜中とか一緒に。なんで気づかんかったん。なんでお母さんも気づかんねんのよ。そうや、うちらバカ親子や。8歳しっかよ。生まれそうな。まあまだ生まれんけど30週やって。30週なんで俺らに伝えんだ。赤ちゃんの音聞く。りょうた家に連れてこい。ダメ、りょうたは今東京で頑張ってる。東京で頑張っとる。ここ来てなんかしとって。ここでしてないよ。どこやってん。こっちの金沢でしてんのが。それはホテル。今からエコーの映像二人に見せてあげるね。ちょっとあんた何動画撮っとるわ。奇跡的な瞬間は動画に収めといて。これがあなたのおばあちゃんとお兄ちゃんよ。ちゃんと知らせなきゃいけないでしょ。世間に伝えるってこと、妊娠したこと。そう。ちょっとお腹閉じるわ。お腹冷えたら赤ちゃんに悪いからね。もう閉めて。こんなもん世の中の皆様に見せるつもり。これ前の赤ちゃん。そうだよ。え、これ頭。これはかわいい。動いとるやん。前のお腹の中でこうやって動いてるのよ。心臓はしっかり動いていますね。かわいい、頑張っとる。いや、心臓の音すごい。お母さんもこういう映像見とった。ビデオ残ってるはずや、りょうの。かわいいわいね。人の子もかわいいがに、自分の子ってもう自分の命より大事になるからね。え、まえ、ほんとお母さんになるん。育てられる。心配やわ。元気な男の子やろ。あ、かわいい。あ、これ、スポーティーとかか。顔わかる。態度聞いてみるな。あ、聞こえた。それ産むときやろが。どんどん言ってる。すげえ音聞こえる。りょうじさん、お小遣いいっぱいちょうだいね。お年玉100万ちょうだいね。とにかくお前がりょうた連れてこい。また俺に暴力なんで振るん。それくらいやれ。ね、こんなくだらんもん動画撮っといて公開できると思ったらお前バカじゃない。削除されるぞ。りょうたは今どんな心境でおるの。頑張れってめっちゃ言ってくるよ。かわいい俺らの子だね。まるで天使みたいだって言ってた。言っとくけど、りょうただってまだ自立しとらんのやよ。どうやって子供育ててくん。お金の面とか生活の面とか。だってお兄ちゃんお金あるもん。すぐに兄貴に頼るやん。お前自分で責任持てんのやったら産むな。自分で好き勝手やった結果がこれやから、最後まで責任持って子供育てろや。今妊婦やし大事にするけど、お前産んだ後ガッタガタとギッタギタとボッコボコにしてやるしな。怖い。 DV だ DV。 こんな動画世間に公開できるわけないやろ。運営から削除されるぞアカウント。ねえやめてよ。今から産婦人科に行こうと思います。ああ
陣痛った。何やったのが陣痛って、ほんといきなり肛門や。少しずつ痛くなるバカじゃないの。生まれるかもしれんよ。お前連れてってやれ。ぶすぐ生まれ一人目なんて、すごい時間かかるし、生まれるまで。お兄ちゃん助けて。大丈夫な。産婦人科俺今から連れてくわ。お前もこんなお腹になるまでよく黙っとったな。みんなにバレたくなくって、いきなりサプライズとして赤ちゃんができたことを知らせたかったのよ。ラマズオの練習するぞ。せーの、ヒッヒッフー、ヒッヒッフー。自分の親がさ、やっとるとこって想像したくなくない？見たことないの？うん、ないよ。よかった。やばい、これ確実に生まれるもん。てなわけでママ仕事行ってくるから頑張れや。ねえ、陣痛だって。頑張れ。あとりょうたうちに来いって言っとけ。怖いよ、鬼ママだ。無責任なやつやな。ということで産婦人科にやってきました。ここは甘えとお兄ちゃんが生まれた病院です。ここで私も息子を出産します。俺ら二人ともこの病院の産婦人科で生まれてんぞ。そうや、全然覚えてないね。全く記憶にない。俺らこの産婦人科の目の前を打ったらカップルに見られてない。それか夫婦か。前こんな彼氏も夫も嫌だよ。まだ出たくない。やっぱお母さんのお腹の中で暮らしたいか。あ、お腹の赤ちゃんもすくすく育ってるな。受診していきたいと思いますので皆さんさようなら。今買い物に行ってきたんですけど、この赤ちゃんの人形を買ってきました。私がこの階段から転落したら家族はちゃんと心配をしてくれるのか、それを今から検証していきたいと思います。落ちて転落したら誰が一番に駆けつけてくれるのか。君が心臓マッサージした方がいいんじゃない？その前に救急車やべ。人工呼吸やって。ママ妊婦の時こんなのなかった。あったらあんたも無事に産んどらんやもんね。あんた人工呼吸の仕方わかる？わかる。じゃあやって。今すぐやるわ。早くして。保健体育の時代に習ったやつやるから。早くして。ママもう昔のことやし忘れても早くして。行くぞ。頭やらしちゃダメ。で鼻つまむ。俺キスしてもいいわ。しょうがない、命助けるもんの早くせえや。ほら歯磨きしないよ。知っとる。お前はいいって口の臭さなんてもうわからんし早くせえや。行くぞ。やでよ。足どんどんした。俺おじさんになるし、ママおばあちゃんになれんぞ。先おばあちゃん。ごめんママ、俺が先孫見してあげれねんくて。あんたには期待してない。見て、ここにカメラあるんだよ。またかい。やもういい加減にしとるよ。カメラ何個あるの？あんた何個持ってる？どんどん。おい大丈夫かよ。お前カメラが落ちた。なんかお腹変や。お前妊娠したらどうしたよお前。おいあんた天気落としたらいいや。消しちゃいやべえ。離婚にするわ。ふざけんなよお前。誰の子供や。りょうたくんだよ。ママもかっこいいって言ってたじゃん。だからりょうたの遺伝子受け継いだんだよ。高畑家に二人あんだけしろっつったよ。俺とサキが使ったってゴムあげるわ。いないそんな汚いの。俺おじいちゃんだろよ。まだ早いやろ。早くないよ。早いって言ったよ。東京まで行ってりょうたぶっ飛ばして、じゃあうちに婿養子に来るってこと？違うわ。なんで婿養子ねんって。あんた俺がいねん。あいつどこに呼べんよ。今まだうちにおるかもしれんけど、いずれりょうたの家に行くわ。大学出たら東京行くってことか。俺ついてこわ。兄貴が普通妹の旦那さんの家住んだりするんけ。前が心配でたまらん。私はあんたのが心配よ。うるさいだよ。早くりょうたに電話かけろ。いやだ、かけたくない。りょうたに迷惑かけたくないもん。今りょうた勉強で忙しいから、そんな邪魔したくないやん。でもこんなお腹になった俺ら家族に仕方こいとるりょうたが気に食わんやん。じゃあお兄ちゃんから電話してよ。俺があいつの連絡先持っとるわけねえやろ。やめてねえ、やめてよ。ねえ、もしもし。もしもし。いやいやいや、嘘でしょ。マイとの間に子供作ってんの？まさかまさか。りょうた、実は本当ね、ずっと生理もこんくて不安がっとって。お前知らんかったん？ちょっとマジで言ってんの？いつから分かってた？なんで言ってくれなかったんだよ。絶対怒るよ。りょうた、このこと知っとるって言っとったよ。嘘ついとった。ごめんって、でもだって嫌だもん。あれはバレンタインの日だったの。許してお兄ちゃん。こんなことになると思ってなかったんですよ。本当ですよお兄さん。お前父親になる気あるんか？それは僕との子供ではないはずだ。お前これ誰だよおい。
男やったら尻拭けよ。なんとなんかお前人の娘傷つけといて何で考えてんの。いてこなすぞおい。うち来い今から。僕じゃないかもしれないんですって。いやしかも舞ちゃん隠してたんですよ。隠してたって言えんねん。や女ってそんなもんやって。いやほんと今更言ってどうかと思います。お前何白子置いとるんだ。親父が多分やっぱ一番ちょっと一回舞さんと話してもらっていいですか。明日話すんじゃ。親と話す。いやちょっとお父さん落ち着いてくださいって。当たり前やん。自分の娘に妊娠させたらどうなると思っとるんだお前。俺今もうお前この顔面かじわれたぐらいだよ。正直身の覚えはあります。舞ちゃんは最近全然連絡くれないし、いろんな男と遊んでるの分かってるんですよ。遊んでねえって友達遊んどるだけや。もうズラかますような感じやお前。わらくさん俺が寮に対して心配することないよ。お兄さんがモテないことはすごくすごく分かります。だから舞ちゃんは産む気なんですか。産むか中絶するか分かんないから気が狂いそうねんけど。お前らつけてなかったんやろ。そうやろ。やだ今産んだのに今や生やろ。ちゃんとしてましたよ。この現状を結末をちゃんとチリしたい。とにかく家来なさい。お父さんお母さん二人連れてくること厳しいかもしれんし、どっちか連れてきなさい。ありました。てかお前ら結婚するわ。いやちょっとそれはまだ分かんないです。分かんないじゃねえやつ。言いとれ。当てへんなこと言うとんのお前。バラツさんボケな。ほんとに当てへんな男やなお前。クズ。舞ちゃんは結婚するつもりだよ。舞が東京嫁に行くか、亮太が石川来るか、どっちになろう。亮太君は向こう両親にとってお兄ちゃんを追い出せばいいんだよ。なんで俺を追い出せんじゃん。お前が出て行くわって絶対家にいるんかよな、お前なんてな。僕もこちらこそ義理のお兄ちゃんになるのだけは嫌です。子供の名前何にする。亮太と舞だから龍馬はどうかな。あ、いいね龍馬。お前うちに来てみりゃぶっ飛ばしてやる。その前に僕がお兄ちゃん、このおしゃぶり買ってきた。このおしゃぶりつけて赤ちゃんの役して。お母さんの練習したいから、やっぱり人間で練習したいさ。お前がいいお母さんになるためにやるわ。22歳にしておしゃぶりをつけることがあると思わんだ。おぎょ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 。いい子だね。泣かないで、ここにお母さんがいるわよ。んにゃんにゃ。おいしい高級ミルク買ってくるからね。あんたなんてことするの。続いてはこちらでお母さんの練習していきましょうかね。お兄ちゃんもおじとしての練習しとかんないよ。高い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 。お前のお母さんのお兄ちゃんやぞ。お前みたいな息臭いやつがお母さんのお兄ちゃんなんてありえない。もっとイケメンなスーパービジュアル系男子ではないとダメだよ。かわいいかわいい。あんた宇宙娘になんてことする限定。お前みたいなのダメよ。にしてもでっけパトリックみたいな腹やな。舞ちゃんのお腹はゼリーみたいなんだ。ほら見てブニブニでしょ。お前のお腹穴開いたよなんか。本当だ。はあ、でっかい術。舞ちゃんのお腹がグレ。お前このお腹どうした。舞の体魔人ブーみたいなんだ。皆さんお腹に穴が開いちゃったことはありますか。舞ちゃんは今開きました。お兄ちゃんに開けられてしまいました。俺昨日まで完全信じとったぞマジで。さっきまだ信じとるぞ。お母さんにはあと5年くらい待ってて、5年したら可愛い孫が2人ぐらいできるからって言っときます。終わりの妊娠ピーナッチ。儚い壁に